アベンタドールとランボルギーニだけの、走行会に招かれまして長谷さんにしてきましたが、ちょっと今日あまりにも大黒の台数が多すぎてバラバラに止まっております。これは、愛さんですね。あ、これあの悪い人オラオラ系すごいねデーハヤで、これは、ショウさん。ショウさんまたまっすぐ止めてませんねまっすぐ止めるという概念がないんでしょうか言うたったこの辺もなんか珍しい車あるけど車種が分かりません。これは何？これ昔のコルベットでしょ。これ裏か、オサムさんが向こうかな。ここにいた気がする。 あれ相手にやん。いた自己主張してるやんV12 の特権というとあれやけど、特権だから。なんか俺の車リフティングしたままやからかっこ悪いから下ろしてきていい今からリフティングが下がります。車高が下がりました。いいね、10回押しといてコメント入れてよ、僕全員返すから。いつも見てくれてありがとうございますあれ、太郎さんや。あ、太郎さん。あ、セキュリティ、またやってる。ちょっと、何やってる。またやってる。またやってるじゃん。太郎さん、今のわざとでしょ。わざとやったでしょいってらっしゃい。いってらっしゃい。これか、はい、入れた。もうなんか怒られてますけど、朝からちょっと若干オサムさんが怒ってます。これランボーってセキュリティ入れてると上から手突っ込んでもなるんだよ。だから鳥が入ってきてもなんの。だから屋外で開けっぱにするの結構迷う。で、すごい派手じゃない。どれ？これムルシエラーゴ。エアロパーツがもうすごいよ。派手。この色がいいよ。色いいね。この GTR 色綺麗ね、これラッピングやな多分、これは塗装では出せない色に。前うちの動画で出てくれて、お茶の水から首都高を行く途中でトイレ行った人それは違う、道場企画に参加してくれた人でしょ。道場企画に参加してくれた理由で。はい、ありがとうございます。お侍さんの横顔だけどうか横顔だけ。イケメンなんですか。イケメンです彼女映らないんでそのまま動かないでくださいちょうどお侍さん体でかいから映らない。あ、まためっちゃ失礼なこと言ってるねえ、もうなんでそんなこと言うの。はい、また怒られてますでは、これから辰巳インターに向かいます。ランボルギーニ25台やばいよね。今日はやばい。いやー、楽しみ。じゃあ行きます。出発。Thank you.
かしなったマジで。アルデンといえばベーコン。